してまた鳥羽展望台へまたやってまいりました。あれ映ってるか、映ってるか。入り口ゲートが4時半で閉まっちゃう。うわマジか。今ね3時20分ぐらいかな。専用だって。え？弾けたら面白いな。止まんないしね。ドレスやばい。上まで行けばね、あっちぐるっと回る必要ない。ぐるっと回ってあっち。
東京方面、富士山、あっちが東京方面なんだ。こっちが見えないじゃんね。あ、こっちが見えない。かしこ島まで見えない。見えないか。見えないな。大王崎。大王崎も見えないかな。でもこっちの方大王崎かな、あれ。あっち側のこれ、ね。あのレストランの左側が。ヘリパッドがドバライオンズ、ライオンズクラブ、50周年記念、展望広場まで40メートル、80メートル、え、あ、140メートルだ、こっちは、こっちは80メートル。酸素がこんなに濃いのに、こんなね疲れているようで、すっかり筋力がね、筋力低下が。鳥の声聞こえるし、山っぽい雰囲気で、こっちの山の雰囲気、あっちにもある、あつまやか、なるほど。川だか海だかよくわかんないんだね。ここなら一望できる。あ、ここはね一望できる。さっきのと全然違う。さっきの展望台と全然違う。ここは、あ、ちょっとこっちは山で隠れてるけど、だんだんこうなんかね、海を見る方向まで来てる。島をね、見るって感じね。あ、ウグイスの鳥だ。ウグイス、この辺、ウグイスじゃないか。鳴き声がウグイスじゃないもんな、でも。
っちも何て言うかてる時映したかったの。もう4時半で終わってるんだね、返事。ああ、焼き牡蠣のね、焼いてるとこをね、撮れ、なんかね、来る時やってる時に撮ればいいのね。撮りそびれたら帰りはもう終わってんだよね。目が良くなる、飲むと目が良くなる湧き水があるらしい。ああすごいぞ、岩がすごいね。岩が完全にこうクライミングエリアに来た時の感覚、この感じ。なんか祀られてるね。湧き水が、左の湧き水を飲むと目が良くなるというらしいですね。お、なんかすごいな。あ、そこに湧き水がある。なるほどね。行ってみっか。どっから行くんだろうな。目が良くなる。目はいいからな。別に父ので良くなくて、完全にこう岩場だね、これね。岩、あ、ここから行けるね。ここからお水を、岩がこう行くのか、行こう、行ってみよう。父のでよりどっちかっていうと、ね、目が良くなる方とかね。父のでよりも本当に父のでよ、いただきましょうかね。お、飲んでみよう。すごい。木がね、船みたいな形してるんだね。戻って、カメラで見てると、あんまり分かんないのか、カメラで見ると。結局ね、傾けちゃうから分かんないよね。カメラ傾けるから分かんない。
と思って。ここはなんかこう石の石岩の神様なのかなんかとホールドに見えちゃうよね。このホールドみたいにこうさつけてあるのこうやって、まるでホールドのようにさスローパーみたいなこうやってくっついてるのこうやって不思議だね。では別に出なくて、なので一応あれでね挨拶をして、薄いの水、こっちから行けるんだ。あ、こっからえ、あこちら、あこっちだ。さっきの違う、さっきの違う。どこから湧き出てるの？お水は。どこからも。わからない。わかんない。また上に行ける。黒岩だか、黒山だっけ、黒岩だっけ、忘れちゃった。